まず、PPD とは、何か。PPD とは、プロジェクトプロジェクトテクロスの頭文字を取ったソフトウェアの名称であり、PC のみで遊ぶことのできるリズムゲームです。らしいです。まあ、要するに、D。まずは、なんといっても PPD 本体が必要です。1の URL から作者様のブログに行ってダウソします。ダウソできたら、ZIP を回答します。回答ソフトは各自で準備してください。回答したら、PPD インストーラーエグゼを起動します。この時、7を使っている人は、管理者として実行してください。すべてにチェックを入れて、インストールします。7を使ってる人は、2の URL からもソフトウェアをダウソしてください。ダウソしたソフトウェアを起動してください。ここで、H264AAC のデコード設定を、マイクロソフトから FFD 小へと変更してください。32bit 環境では左の列のみ表示されます。次は何もしないでスルー。最後は 64bit の人は、64bit のところに、チェックを入れてください。次は、譜面データをダウソします。作者様のブログから、ウプロダに、行ってください。今回は、スイートデビルを、ダウソしてみます。ダウソしたデータだけでは、動画ファイルが入っていないので、このままでは遊べません。そこで、3の URL から、グレーディング、エクスなんちゃらを、ダウソします。ダウソした、なんちゃらエクスプローラー、を、インストールします。ヤフーシルバー天気予報トムいらねえ。インストールしたら、そいつでアップローダーを開いてください。必ず、対象動画が載っているので、そこに行きます。スイートデビルに飛ぶ、画面上の下矢印をクリック、動画を変換なしで保存します。キングクリムゾン。ダウソできたら、譜面データのあるフォルダの中に動画を入れます。そして、動画の名前をムービーに変えてください。最後に、譜面データを PPD に入れます。通常は、プログラムファイルズの中の KHC というフォルダに PPD がインストールされているはずです。PPD の中の Songs というフォルダの中に譜面データを入れてください。これでいよいよ遊べます。ゲームを始める前に、キーコンフィグを設定しておきましょう。これも7の人は管理者で実行しましょう。キーコンフィグもそうですが、PPD 本体も7の人は管理者で実行してください。これで PPD の導入は終わりです。あとは、ゆっくり楽しんでね。